こんにちは、エミ旅行のエミです。本日は2021年クリスマス、福岡中洲福泊出会い橋にいます。今から中川水上バスに乗ります。今見えてるところが水上バス乗り場です。水上バス乗り場は天神中央公園にあります。出発です。正面に見えるのが福泊出会い橋です。先ほどいたところです。今回乗ったのは博多湾クルーズ。博多湾、中川の爽快な景色、夜景を楽しめる周遊クルージングコース、キャナルシティ博多、ベイサイドプレス博多、ペイペイドーム、福岡タワーなど約45分間クルージングが楽しめるコースです。この日は波が高くて、ペイペイドームや福岡タワーまで周遊することができませんでした。ペイペイドームや福岡タワーまで周遊できませんでしたが、クリスマスイルミネーションの博多湾クルーズを見ていただきたいと思い動画にしました。正面のお城みたいな建物が旧福岡県公会堂貴賓館。屋根が斜めになっている建物は晴れのガーデンイーストです。旧福岡県公会堂貴賓館ではカフェでくつろいだりレトロ衣装体験ができます。晴れのガーデンイーストではソイカフェ&バー博多野菜巻き串イタリアンが楽しめます。西大橋をくぐります。水上公園シップスガーデンが見えてきました。シップスガーデンは船をモチーフにガラスを多用した斬新な建物です。天神地区ではアジアの拠点都市としての役割、機能を高め新たな空間と雇用を創出するプロジェクト天神ビッグバンを推進しています。天神ビッグバンの主要事業の一つとして水上公園の再整備、シップスガーデンが誕生しました。今見えている建物は西鉄印福岡です。レトロな建物が見えてきました。あの建物は福岡市赤レンガ文化館です。1909年日本生命保険株式会社九州支社の社屋として建てられた赤レンガの建物です。西中島橋をくぐります。福岡市赤レンガ文化館は東京駅を設計した辰野金吾の設計です。現在は1階はエンジニアカフェと喫茶室、2階は有料の会議室として使用されています。西中島橋をくぐり終わったところでちょっと倍速にします。4倍速です。弁天橋をくぐります。4倍速です。博多ポートタワーが見えてきました。4倍速です。須崎橋をくぐります。4倍速です。七つ大橋をくぐります。4倍速です。
効果ボートレース場が見えてきました。4倍速です。正面の車が通っているのは福岡都市高速環状線です。4倍速です。福岡都市高速環状線をくぐります。4倍速です。博多ポートタワーは博多港のシンボルとして親しまれている高さ約100メートルのタワーです。地上70メートルの展望台からは360度の大パノラマを望むことができ、博多港に浮かぶ島々や港を行き交う船、福岡の街並みなど港町ならではの景色を楽しめます。夜にはフルカラー LED 照明によりライトアップされ、季節やイベントに合わせた演出が行われます。今見ていただいているのはクリスマスのライトアップです。タワーの足元にある博多ベイサイドミュージアムでは博多港が果たしている役割について楽しく学ぶことができます。入場料は無料です。博多ポートタワー、ぜひとも登ってみてくださいね。とってもいい景色ですよ。4倍速です。飛行機が飛んでますよ。再び博多ポートタワーが見えてきました。4倍速です。ベイサイドプレイス博多に向かっています。ベイサイドプレイス博多には船乗り場、博多ポートタワー、レストラン、ショップ、天然温泉の波波の湯、約3000匹の魚たちやウミガメがいる大水槽、ベイサイドアクアリウムがあります。4倍速です。今見えている船は高速船クイーンビートルです。本来は福岡と釜山をつなぐ高速船ですが、コロナの影響で運航できず、国内遊覧コースのみ運航しています。2022年4月から博多から門司港航路が新設されます。日本船籍化で実現しました。今見えている建物はマリンメッセ福岡です。イベントやコンサート、2023年は世界水泳の会場になっています。クイーンビートルは JR 九州が運行するクルーズトレイン、七つ星イン九州や以前のビートルも手掛けた水戸岡鋭治氏が手掛けました。 JR 九州特急のデザインを手掛け、博多駅、
屋上ツバメの森広場にあるツバメ電車と黒電車も水戸岡英治氏のデザインです。ベイサイドプレイス博多です。4倍速です。天神中央公園へ戻ります。博多ポートタワーとお別れの前にご案内します。博多ポートタワーは1964年竣工、設計は東京タワーや名古屋テレビ塔、2代目通天閣なども手掛けた内藤多仲、塔博士とも呼ばれる内藤多仲が設計したタワー6兄弟の一つで、最後に完成したためタワー6兄弟の末子と呼ばれています。
博多ポートタワーとお別れです。バイバイ。福岡都市高速環状線をくぐります。4倍速です。いつまでも博多ポートタワーとお別れできません。七つ大橋をくぐります。4倍速です。須崎橋をくぐります。4倍速です。弁天橋をくぐります。4倍速です。西中島橋をくぐります。右の建物は西鉄印福岡です。そして水上公園シップスガーデンが見えてきました。船の形してますね。西大橋をくぐります。晴れのガーデンイーストが見えます。クリスマスツリーイルミネーションの建物は豚骨ラーメン一蘭の本店です。
泊出会い橋をくぐります。振ってくれています。嬉しいですね。屋台もちょっと見えてきましたね。中洲架け橋をくぐります。手振ってくれてましたね。そして春吉橋をくぐります。中洲の屋台街が見えてきました。ラーメンや餃子、天ぷらなど食べることができます。夜だけどカモちゃんも泳いでますね。福岡といえばテレビでこの景色がよく映ります。キャナルシティ博多が見えてきました。キャナルシティ博多は噴水ショーが無料で観覧することができます。期間限定の噴水ショーもありますので、キャナルシティ博多のホームページで確認してみてくださいね。 U ターンし天神中央公園へ向かいます。キャナルシティ博多では博多祇園山笠シーズン7月1日から7月14日まで飾り山が公開されます。私の動画2021年飾り山にもキャナルシティ博多の飾り山があります。ぜひとも見てくださいね。春吉橋をくぐります。お昼のこの景色は私の動画博多から天神歩いて町案内4にあります。ぜひとも見てくださいね。中洲架け橋をくぐります。今見えてきた船は中洲博多船です。
を振ってくれてます。昔ながらの純和風な屋形船、ゆったりとしたお座敷で、各テーブルは掘りこたつです。福泊出会い橋をくぐります。天神中央公園に戻ってきました。します。先ほどの屋形船は和船、中洲博多船ですが、洋船もあります。洋船ラ・ベル・エポックという屋形船で、屋形船には珍しいバーカウンター形式です。屋形船の料理は博多寄せ鍋、炭焼き、もつ鍋、天ぷら、ふぐ料理があります。先ほど手を振ってくれた和船中洲博多船がやってきてます。クリスマスツリーイルミネーションの建物、豚骨ラーメン一蘭本店が見えてきました。手を振ってくれてますね。手を振ってくれたら嬉しいですよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。